おはようございます。今日は久々の長距離ツーリング、ロードグライドになって初めての長距離ドライブとなります。こんな感じで、ちょっと今パッドボブタイヤ減ったので鹿にぶつかってダメになっちゃいました。タイヤ交換をして出かけたいと思います。道の駅三笠到着しました。こんな感じでもう朝から行列、天気は快晴、これから美唄に向かって行きたいと思います。バイクだらけ、三段だけ、またまた来てしまいました。天気は快晴、バイク日和です。またまたユイが独走来てしまいました。何回来てもこの渋滞、すごい人気です。まだ昼前なのにこんなにびっちり入ってます。ゆいが独尊、またなんか気になってるようです。秋の新作がないのかと。あるんじゃない、それそうなんじゃない。ああ、合言葉は合言葉合言葉ワコールでしょフラノ駅着きました。こんな感じのところです。マブイバイク2台持ってます。やっと目的のゲート近くまでやってきました。なんかカヌーやってる人とかいるけど、釣りもいるの。非常に天気快晴です。やっと着きました。1ヶ月しか空いていない小内ゲート、ここが入り口です。今から登っていきたいと思います。小内ゲート到着しました。こんな感じで、すごい綺麗な峠になってます。こんな感じです。バイクもこんな感じで、通風のおじさんなんとか乗るようになって、峠来ました。